皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はじゃん、アベイルで買ってきた洋服紹介をしていきたいと思います。イエーイ。ということで、ですね、今回なんかブラックホワイデーなんだっけブラックホワイデーだっけブラックフライデーね金曜日のフライデーだよブラックフライデーでね、あの大きく宣伝されてたんですよ。それにね、惹かれてね、入っちゃいました。そう、入ったなんか可愛い洋服がたくさんあったのでね、はい、ついつい買ってしまいました。はい、ブラックホワイデーフライデー、ね、1年前もさ、ブラックフライデーの日さ、ララポート行ったよね。はい、行きました行きました。で、なんか安いのさ、買ったよね。はい、今年はなんか全然頭になくて、そのブラックフライデーが、はい、はい、なんか行ったまたま行ったら、お店にめっちゃこう張り紙がしてあって、ブラックフライデー、ブラックフライデーセールみたいなね。なので見てみるってなって、はい、見てきました。はい、でね、家族分買いました。でも紹介するのはしほちゃんと、まあ、りみちゃんの分のみですね、うん、はい。ママとパパはね、ちょっとね、サイズが大きくて難しいということで難しいということで、そう、言わなくていいけどね、それもはい、ということで紹介していきたいと思います。まず上に乗ってるりみちゃんのなんで、りみちゃんのからいきます。まず一つ目がこちらですね。こちらの、はい、すごいオーバーのね、黒のね、パーカーです。そうです、リミちゃんがザクッと着るパーカーで、今なんか緑のこういうやつがあるんですけど、毎週末それを着るんですよ、リミちゃん。はい、なのでちょっとね、で青と黒と迷ったんですけど、まあ無難に黒にしました。はい、これはおいくらですか？こちらはですね、値段ない？1800円ですね。はい、はい、ということで続いてもりみちゃんのですね。はい、学校用ですね。これはこれもなんかすごいオーバーな感じの、はい、でもりみちゃんオーバーが大好きだからね。そうですね。こちらは1200円。まあ税込みは入ってないんで、うん、税は入ってないですけど1200円。安いですね。安いですね、こちら。あ、りみちゃんはもうこれはりみちゃんの定番。次しほちゃんかな。そうですね、私がこちらのなんかパーカーですね。これもパーカーだね。なんか丈が短めで、そうなの、めちゃめちゃなんか生地感がなんつうコールテンみたいなだよね。なんかすごいなんかそういう感じで、うん、今時っぽい感じだね。はい、可愛いなと思って。映ってる全部、うん、生地感というか、はい、このね、形というか、うん、可愛いな。コンパクトさがいいよね。ね、うん、買いました。でりみちゃんと正反対だね。ダボっとしてるのじゃない感じこちらが2300円。2300円ですね。ちょっと生地が高級チックなね、高級チック、うん、いいです。ダメだよ、前髪触ったらまたみんなに怒られるよ触りすぎって言われるよよし、続いてはこちらのね、ロングスカートでございます。はい、前からね、気になってたけどね。そうなの、なんかね、ロングスカート最近好きで、うん、履いてるんですけど、休みの日は結構ね、ロングスカートだよね。ロングスカートだよね、うん、それでさ、このベルトも可愛いんだけど、うん、このね、なんかこういう色の水玉は持ってなかったし、うん、何でも合いそうだな。何でも合うよね。大人っぽいよね、こういうのって。やっぱ可愛かった。買いました。全身映ってた？多分映ってたと全部映ってたはい、ロングスカートですね。はい、はい、続いては、はい、洋服は最後なんですけど、こちらですね。こちらの、まあ、ちょっと薄めの T シャツなんですけど、はい、でも後ろがなんかピンクの世界みたいな感じでめちゃめちゃ可愛いんですね。ピンクの世界で、なんか薄いのしかなかったんですけど、うん、この柄が一番可愛かったの。この白のいい、うん、この柄といいね。なるほど。なので、まあ
中にいっぱい着ちゃえばそんなに、まあ、冬でも着れるっちゃ着れるので、はい、中に着込まないとね、それか上に着る、まあね、上に1枚羽織る全然別にいいかなと思って買いました。はい、こちら1500円ですね。はい、はい、以上でございます。洋服は、はいね、洋服はっていうことは洋服じゃないのもあるんですかね、はい、1個だけね、1個だけね、じゃん。これじゃよくわかんないので袋出しますねなんとこんな感じでね、カチューシャを買いました。なんかこう生地がなんていうんだろう、なんかねザラザラ、コールテンっぽい感じのザラザラ、ね、そうなんですよ、すごい可愛いなと思って。画面越しだと、画面越しだとそんなに分かんない。分かんない、真っ黒だね。真っ黒つけてんのって感じだよね。画面越しだとちょっとよく分かんないかもしれない。確かに、ちょっと分かりづらいですけどね。はい。以上でございます。はい。はい、じゃあね。はい。こんな感じでございます。めちゃめちゃ可愛い。いいんじゃない？可愛い。丈もちょうどいいね、靴履けば。はい。うん、まあ今ね上は買えないで、上はさっき着てた服そのまま着ちゃったんですけど、はい、まあでも可愛いですね。可愛いです。いいじゃない。はい、明日着ていくの明日ね、お友達とねお出かけがそうなんで、はい、はい、着ていこうかなと。はい、はい、ということで今回はねアベイルで買ってきた洋服を紹介してみました。はい、はい、なんかもうねブラックフライデー関係なくなっちゃったよね途中でね、うん、なんかもうブラックフライデーっていうなんかこうなんていうの、安くなってるっていう札がついてるじゃん、それ関係なく見てたもんね、うん、関係なく見てましたなのでただその入り口のこのブラックフライデーっていう張り紙に釣られて入って普通に買い物してしまったっていうパターンでした、はい、ということで、はい、それではバイバーイ。でも安くて可愛いよね、かわいい、アベイルはね、うん。